あー、寒い寒い、やばいやばい、ちょっとめっちゃ寒いわ。寒い。よっしゃ、ここで映ってる、ここで映ってるかな、はい。よいしょ、マリンちゃん先生のおやつタイム、イエーイ。で、なんか人いるかな、外に。まあいいや。はい、皆さんこんにちは。あー、めっちゃ寒いな。まあ、寒いわ。ああ、寒い寒い。まあね、寒いですね。寒いとしか言いようがない。ね、この寒空。この、ほんまに。ね、今にも雪でも降らんばかりの、このね、寒さですけど、まあ、こんなね、天気ですから、絶好の、食レポ日和ですね。よいしょ。ということで、はい。今日の、マリンちゃん先生のおやつタイムはですね、このクソ寒い中外で青いパン粉の上でね、ちょっと食レポをしてみたいと思いますけれども、はい、今日のおやつはなんじゃらほいということで、うん、お逆さまや、そうや、なんか、はい、もう変わった、なんか変わってますよね。醤油大福ですって。なんかめっちゃ変わってますよね、これ。これを今から食レポしてみたいと思います。で、はい。ね、まあ、ただ食レポするだけやったらね、なんもおもろいことも一つもないと思うので、はい、このクソ寒い中、外で食レポしてみたいと。思います。まあ、最近ネタがなかったのでね、ほんまにちょうどよかったかな。はい。これどうなってんのこれ。どっから開けんのこれ。あ、なんかここからでも、なんか、なんていう、せんべいみたいな香りがしますね。開かないし、これ。どんな感じでしょうか、これ。あ、いや、ビビり。はい、うわ、寒いな。こんな感じですね。こんな感じです。で、これ早速ですけれども、ちっちゃめでなんか可愛いですね、これ形が。では、一つ。さあ、いただきたいですね。ちょっと待って。はい。では、一つ食べてみたいと思います。映ってない。映ってない。もっと、この辺か。はい。ここら辺で OK かな。では、食べてみたいと思います。いただきます。どれどれ。まず香りを。あ、なんかね、あの焼きおにぎりの香りがします。では、ちょっと食べてみよう。いただきます。うん。うん、はい、うん、あの平たい大福ちゃんですね。で、味はですね、あのみたらし団子の味ですね。みたらし団子のなんかあのタレがいっぱいついてるとこの味がします。で、中身はあんこなんですけど、そんなに甘くもなく、で、ちょっとあのみたらし団子の味でもあるんですけれども、ちょっと甘めに味をつけたおせんべいみたいな、そんな感じもしますね。なので、なんかみたらし団子とぬれせんべいの間ぐらいの食感ですかね。大体そんな感じですね。なんかとても変わっていて美味しいですね。はい、めっちゃ美味しいです。で、醤油って聞くとね、
どんな味やろうねって思うんですけど、なんかこのように甘いイメージの大福に使うのもありなんやなと思います。でそう考えるとね、料理ってほんまに面白いですよね。正解は一つではないと思いますので、いろんな形があって楽しいと思います。今日はほんなら、マリンちゃん先生のおやつタイムということでですね、そういう大福を食レポしてみましたが、私は結構好きです。これなかなか変わってて、おせんべいとみたらし団子を両方食べたい時とかにいいんじゃないかなと思います。あ、寒いな。はい、ということで、ちょっともうほんまに寒いな。長々と撮っていてもおしゃあないので、撮影を終えてその後美味しくいただきたいと思います。はい、それでは、今回は、この辺で、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。